娘を探してください。お願いします。事件に巻き込まれている可能性があります。ただいま。先生、あの音は解かれないことが大前提なんだが。連絡もなく、もう5日も帰ってこない。きっちり守ってやっからさ。なんでバレてんの。ドキドキの緊張というか不安というか、どんな反応をされるんでしょうかっていうね。まあそれは楽しみでもあり不安でもありますね。今なんかでも絶対楽しんでもらえるだろうっていう、まあ、確信もねあったりはするんですけど、する、まあ、不安となんか同じぐらいかな。あって、まあ、僕自身楽しかったので、うん、見ててもきっと楽しんでもらえると思います。流行ったこともうあるもういや、そんな遊ぶとかなかったですね。結構タイトなスケジュールだったんですよ、うん、はい、だからその流行りとかそういうのはあんまなかったかな。なかったですね、うん、ただ毎回こう思ったのは、やっぱりご飯めちゃくちゃ美味しかった。めっちゃうまい。ですよね。めっちゃうまい。それをみんな感じてたんじゃないかな、ね、で毎回さ、あったかいのが出てくるから、作ってくださってる方が、はい、だから前田さんもめちゃくちゃ食べてたんですよ。むっちゃ僕らより食べてたから。そうだ、私すごい大食いなんで。この細さね。めっちゃ食べてます。どこ行ってるんだね。どこ行ってるんだね。競争しましたよね、食べた。競争しましたけど負けましたね。勝ちました。ずっと食べてるんですよ。ここで、まだ行ってもいいですかみたいな。ケータリング大好きなんで、いっぱい取れる。まあ役でもやっぱパワフルな役なんで、それぐらいエネルギー使ったのかな。でも前のさいなかったんですけど、最終日に、うどんを、あ、そうですね、現場で作ってくださって、はい、それがなんかもう終わりの日だから、それも相まってめちゃめちゃ美味しかったのが、最高だった。美味しかったね。多分あれ来てたら全部食べてたの。わんこそばのように、うん、サンサンつけたと思ってたから。あのロケ地の香川県の、うん、あの地元の皆さんもめちゃくちゃ温かくて、うん、作ってくださるのもその地元の坂出市の地元の方々で、すごいみんなで作り上げることができましたよ ね。協力体制がすごい敷かれてるというか、うん、はい、もう監督の友人の方がすごい入ってきて、うん、よー、エキストラ足りてるみたいな。そんなね、環境でできることってなかなかないですから、はい、とってもやりやすいあの環境でした。楽しかったです、うん、言って俺セリフとの戦いだったから。そうですね、合わせたり、はい、多かったですね。そうですね、タイトなスケジュールだったから、そんなあんま余裕もなくて、まあ、ふざけてる時はふざけてたんですけど、はい、ずっと喋ってたりとかはなかったので。そうですね、まあ、たまに雑談程度に、レン君がボケたことに対して僕が突っ込んでみたいな掛け合いはたまにしてたり、はい、最初の方が多かったりしてたかなと思うんですけど、前田さんは、僕は多分 お茶どうぞぐらいの会話とかして短かったですもんね。そうですね、あるよね、監督がもうここ自由にやっていいよって言ってくれたシーンがあって、まあ前のんさんがポテトチップスをばらまくシーンがありましたね。ありましたね。あれはもう悪女だったね。俺が小林がこう掃除してるところを、はい、餌だよみたいな感じでバサバサってやるんです、まあ、裏で見てたけどすごかったですね。それはさすがにダメでしたよね。いや普段やってるんじゃないかっていうぐらい自然なポテトチップスのばらまき方だったから、もうびっくりしちゃって俺も。それが芝居に出てたかもしれない。びっくりしちゃって。それ関連で言うと、僕も前田さんと喧嘩みたいなやり取りするんですよ。わりと自由だったんですよ、うん、何言ってもよくて、いやその流れめちゃくちゃうまくて、いやね、普段やってんじゃないかっていうぐらい。あと前野さんのインタがとてつもなくて、リハーサルの時は加減してくれてたのパンって、でじゃあ次本番だからって、で監督も前野さん次本番なんで本当に思いっきり引っ張ってくださいって言って、で前野さんもじゃあ次やりますねって、あ分かりましたって、これでここの準備するんだ。そしたらリハーサルの50倍ぐらい強いやつがパーンってきて、あこれ普段やってんなって。ひどく飛びそうになって。
初ビンタでした。嘘つけ。本当です。え、本当ですか。初ビンタもらったんですか。初ビンタしてました。いや、普段は多分グーだから。あ、なるほど。そっちを。嫌だ、そのイメージ。前野さんの初ビンタもらえたんならちょっと嬉しい。ド M なんです。ド M になっちゃった。ハプニング。あ、え、これ言っていいのかな。あれ、鼻水ダラダラ事件。あ、ありました。言っていいと思います。大丈夫。はい。なんか、え、前野さんいましたっけ。なんかいたかも。いました。鼻水、はい、鼻が詰まって、鼻声になっちゃってたって。そうなんです、そうなんです。その事務所で撮影のシーンだったんですけど、はい、その事務所が廃墟を改造したところなんです。とこだったんですよ。だから空気があんまり良くなくて、うん、それに捕まったライガ君の鼻はもう鼻水がもうダムが崩壊したかのようにバーって、何にもしてないんですね。で、それ状況がやばくて、うん、あの、まあ、横にはまあ、小林くんがいて、うん、で目の前にはあのお久にずる明智先生がいて、そう、で今前野さんもいらっしゃってて、そんな状態の時に僕もう緊張するじゃないですか。だって小木さんですよ。小木さんいて、でまずだからレン君が喋る、喋る、で小木さんが喋る、うん、喋ってる時に鼻水出る。でちょうど映ってない時なんですけど、ずっと真顔でこうやって、そうなんですよ。小木さんだけを撮ってたシーンだったからまだ良かったものの、うん、見たらめちゃめちゃ垂れてて、テーブルのところ怒られるんじゃないかと思った。めちゃくちゃ焦りましたけど。焦ったね。それぐらいですかね、アクシデント。その後はもう静かに吹くつもりだったんですけど、あの一言小木さんに大丈夫って言われて、やばいやばいやばいってなった。今回の作品はすごく本当魅力的なキャストの方ばかりで、あの役もすごい素敵で、あの一人一人のストーリーがあるので、何回でも見て楽しめる作品だと思いますので、よかったら一回だけじゃなくて何回も見に来てください。よろしくお願いいたします。まあ、誰と見てもその人を大切にしようと、きっと思えるんじゃないかなと思いますし、あのロケ地である香川県のまあ、良さなんかもすごく詰まっている作品となってますので、ぜひぜひ見てください。皆さんよろしくお願いします。この BD 明智探偵事務所という作品は探偵エンターテインメントなんですけども、その中にあの入っているヒューマンドラマというものがとても重要なキーポイントでございます。そのヒューマンドラマの中には仲間たちの絆だったりだとか、あと小林とか井上の親子関係だったりだとか、そういうところを見逃さず見てもらえたらとても楽しい作品となっておりますので、皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。娘を探してください。お願いします。事件に巻き込まれている可能性があります。ただいま先生。あの音は解かれないことが大前提なんだが、連絡もなくもう5日も帰ってこない。きっちり守ってやっからさ。その後姿をくらました。20年相君、彼女の身が危ない。まず仲間を作りなさい。少年探偵団を集めます。誰よりも体張って仲間助けてきたっつう証拠だ。あればかりはいくら俺でも盗めやしねえな。なんでバレてんの。彼女。小林君、忙しくなるかもしれんな。俺何もできねえじゃねえか。やつらの命を盗むんだ。不幸になる必要のない親子なんです。どうしたらいいんだよ井上君。